はいどうも、ホソピーです。さて本日はですね、いよいよアップルのね、発表イベントが目前に迫っている頃に、まあ、公開となっているでしょうというところで、まあ、この発表イベントが終わった後にはですね、 iPhone の予約ですよね。もう発売日にゲットしたいっていう方結構今年はいるのかなと思うんですけれども、まあ、特にね、今年人気が集中しそうなのは iPhone 14 Pro。高いモデルにね、人気が集中しそうなんですよね。もともとまあプロモデルの方が、まあ、品薄というか、まあ、数自体は少なそうなので争奪戦になることがね、まあ、必至ということで、まあ、このやり方をね、しっかりとやっていけばなんとか発売日ゲットできるのかなとは思うんですけれどもね、まあ、今一度ちょっと復習、知ってる方は復習と、で今年狙ってる方はぜひ実践していってくださいということで、まあ、気になってる方はですね、ぜひチャンネル登録ね、高評価お願いいたします。それでは本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まあ、予約開始がですね、発表イベントを見終わった後であれば、まあ、確定してるとは思うんですが、現時点においてですね、まあ、発表イベントはね、日本時間の9月の8日夜中の2時ということになってますけれども、即日その瞬間から予約開始にはならないでしょう。まあ、9月の9日ね、日本時間で言うと9月の9日金曜日の夜21時かな。まあ、このあたりから始まるっていうのが、まあ、ここ最近の流れかなと思われます。で、発売日は翌週の金曜日と、まあ、こういう風になっているんですけれども、その時間に、まあ、一気にこうアクセスが集中するわけなんですけれども、まあ、このですね、予約開始日までに、まずやっておくことが、まあ、大きく分けて、まあ、2つありますということで、それを説明していきます。まず1つ目、Apple ID を作成してログインをしておいてくださいというところですね。これ1つ目です。で、まあ、これの前提条件として、最速で予約できる方法というのがApple Store というね、アプリです。アプリからのアクセスっていうのが、まあ、最速になるので、そのアプリをまあインストールした上でですね、ちゃんとApple ID を作った状態でログインをしておく、まあ、これがまあ必須条件のまあ一つ目ということになりますね。まあ、Apple ユーザーであれば Apple Store アプリ自体はおそらく取ってる方がほとんどかなと思うんですけれども、アプリを使ってなくって、Safari で Apple のホームページからいつもね、こう商品を閲覧してるよとか、そういう方もいるかもしれないんですが、まあ、アプリも取っておいてください。アプリからの注文というのが本当に最速かな。まあ、私の今までの実績で言うと、まあそこが最速で確実ということになりますから、まずこの一つ目ね、まあ、細かく分けるとアプリのインストール、そして Apple ID でのログインみたいなね、まあ、こういう形になると思うんですけれども、まずこれをやっておくということになりますね。はい、では次二つ目はですね、意外と忘れがちなんですけれども、これね、しっかり確認しておいた方がいいです。支払い情報の登録を確実に済ましておいてください。これが二つ目です。で、最速で購入できる方法で、今まで私がずっとね、これで変えてるんですけれども、クレジットカードでの一括払いというところね、まあ、これがね、決済までの、支払いが確認できるまでっていうのが一番早いんですよ。で、これね、まあ、分割とかにしてしまうと、まあ、そこでローンの審査が始まりますから、ローンの審査が終わって全部支払い状況 OK ですよっていう風になった時に初めて予約が通ります。なので、まあ Apple のその12回払いとか24回払いとか、そういうね、分割でね、組んだ場合には、注文の確定がまあ1日後とか2日後とか、こういう風になる可能性が高いです。ということは2日後に一括で買った人と同じになるかもしれないと、まあこういうことなんですよね。なので、まあなかなかね、クレジットカードの一括払いでね、その15万とか16万とか買うっていうのは厳しい人もいると思うんですけれども、ちょっとその買い方ないなっていう方はですね、まあなかなかこの最速ゲットっていうところが厳しくなってしまうんですけれども、一応クレジットカードの一括払い、これが最も決済が早いし、注文が通るのが早いということになりますから、まあ、クレジットカード情報をしっかり登録しておく。まあ、特にね、3桁の、まあ、コードですよね。クレジットカードの裏側にね、ありますよね。あれをですね、まあ、入力しておいて、ちょっとね、アプリの画面ね、出しておきますけれども、まあ、こういったところで、支払い情報の登録ね、今一度しっかりと入力ができているのかっていうところをね、確認をしておくというところをね、確実に済ましておいてください。これがね、予約開始日までにやっておくことということになりますね。はい、ということで次ね、これもね、意外と大事なんですけれども、予約の当日、
はい、当日は9月9日になるであろうというところで、まあ、この21時っていうのは、まあ、あくまで今のところね、この動画だと、まあ、予想というところにしてますけれども、まあ、当日にもね、準備しておくことがあります。で、そこのクレジットカード、使うクレジットカードの裏側の、さっきね、2つ目で言ったところの3桁の番号を入力しますというところ、これ当日、決済の最終的に通すときに、そのコードの入力を求められるはずなんですよ。で、その時にクレジットカード情報を事前に登録しておいたから OK だよって言って、その3桁が分かんないと最終確定ができなくなるので、手元に支払いで使う、まあ、登録してあるですねクレジットカードの準備というものも怠らないようにしてください。で、これをじゃあいつまでにやっておくべきなのかっていうと、まあとりあえず9月8日ですよねの夜中の2時の前だから、前日の9月7日のおそらく8時とか9時ぐらいからアップルストアアプリが一旦こう準備中に落ちてしまって、まあこんな感じでね、はい、落ちてしまって、そういった登録情報とかいろいろできなくなる時間帯が出てきますよね。で、それが終わって9月の8日中ぐらいにやっといた方がいいです。で、当日やろうと思うと9月9日のやっぱりね、そうだな、予約開始が9時だとした場合には7時とか夕方6時ぐらいからアップルストアがやっぱりメンテナンス状態になるはずです。で、その時に焦って、あれやばい、登録すんの忘れてたとかログインしてないとかってなるともう無理なんで、その時までに確実にやってください。なのでタイムリミットとしては、まあ、9月8日中の、どこかね、まあ、午前中ぐらいまでにやっておけば、まあ、万全でしょうっていう感じですかね。本当に発売日ゲットしたい方はそこまでにもろもろの準備をすべて整えておくということね。これを済ませておかないと発売日ゲットね、遅れてしまいます。はい、ということで、まあここ最後ちょっとまとめておきますけれども、まあ準備することはね、今ので分かったと思います。で、まあ買い方っていうところもね、基本的にはクレジットカードの一括払いというのが最速であるということなんですが、まあ今はなんかペイディの後払いとかで3回払いとか12回払いとか、まあそういうのも組めるんで、まあそれがどこまで審査が早く終わるかっていうところがちょっとね、まあ私もその買い方したことないんで分かんないんですけれども、まあ分割とかだとやっぱ審査があるんでね、審査が通るところが決済確定というところになるので、多少の遅れというのはやっぱり出てくるかなとは思いますね。で、配送、発売日の配送ね、届けてもらうっていうのが、まあ、一番遅れてくるんですよ。そこが一番早く遅れてくるっていうのかな、ちょっと表現難しいんですけれども、配送で発売日ゲットしたい方は本当に急がなきゃダメで、発売日にアップルストアにピックアップ、来店、自分が来店して取ってきますよっていう場合には、結構ね、時間的に遅れてしまったとしてもね、意外といける時があります。翌日に注文しても、もしかしたら、まあ、カラーとか容量とかにもよりますけれども、Apple Store に取りに行くよ、ピックアップするよっていうと、どっか空いてる時間帯があります。15分刻みぐらいで予約入れられるんですよね。ですので、まあ最悪、ちょっとね、決済が遅れちゃったとか、注文した色が最後まで迷って、ああ、こっちじゃなかったとか、いろいろあった場合には、ピックアップに切り替えるというところで、どうにか発売日に手元にね、持ってくるっていうことは、まあできるかなと思います。ということで、最後はその注文の仕方っていうところをまとめると、発売日の配送ね、これが最も難易度が高いので、それで狙ってる方は、もう本当に確実に準備をしておきましょうっていうこと。で、最悪、発売日にどうしてもゲットしたくて、ちょっと注文遅れちゃったよって方は、ピックアップに切り替えてくださいというところね。そうすると、なんとか、まあ、銀座とか、あとは表参道とか、有楽町とか、ね、渋谷とかいろいろありますけれども、新宿とかね、どうにかピックアップできるところを探して、その日のうちにゲットをしに行くというところですね。まあこのあたりが買い方というかね、発売日ゲットする方法というところで、まあ全てねまとめておきましたけれども、ぜひね参考にしてみてください。細Pチャンネル、はい、ということでね、まあ、いよいよ発表までもう残りわずかというところで、本当にね、盛り上がってきておりますけれども、本日はね、予約の仕方っていうところかな、まあ、準備をしておく方法というところを紹介してみましたけれども、発売日ゲットをね、まあ、ちょっと久しぶりに狙ってみようかなという方は、まあ、今のね、準備をしっかり怠りなくやっていただいた上でですね、アプリを使っての予約というところですね、ぜひ挑戦してみてください。で、一応最後にですね、リロードっていうのかな、結構固まっちゃう時があるっていうかですね、注文の途中でおかしくなる時があるんですけれども、まあ最悪こう、このアプリを開いて、アプリを消す。こうやってね。で、またアプリを開く。
まあ、こんな操作を、まあ、連続でガガガガッとやっていくとですね、意外と繋がったりする時もあります。特に最初のですね、まあ、メンテナンス状態から、買える状態、注文を受け付けた状態に切り替わるところが、意外とね、タイミング難しかったりとか、こっちの端末ではいけるのに、こっちだとダメだよ、みたいなのもあったりするんでね。まあ、私なんかは、保険をかけて、iPhone 何台かで、アプリをこう開いて、まあ、iPad でも開いておいて、それで一番早く注文できる画面に切り替わったもので、ババーっとこう進めていくみたいなね。ちょっとそういう力技をね、やっていたりもするんですけれども、まあ、そこまでしてなんとかね、こう発売日にゲットしたいと思っている方はですね、そういう方法をね、複数デバイスで Apple Store アプリを、まあ、入れておいて、同じ情報で登録しておいて、購入の手続きね、最速でやっていくというところですね。まあ、ぜひやってみてください。あとね、以前ね、コメントで教えてもらったんですけれども、Apple Store のお気に入り商品の保存みたいなのもあるんで、色と、まあ、容量と、まあ、モデルもね、そうですけれども、これをね、もう保存しておく。まあ、iPhone 14 Pro の、例えば、まあ、グラファイトの256狙いますよ、みたいな感じで、もう決めてたらそれをね、もう保存しておくと、2タップぐらいかな。で、その商品の購入画面まで行くことができますから、まあ、そういう方法もまあ、ありかなとは思いますけれどもね。まあ、とりあえず、まあ、皆さん、いろいろな方法ね、攻略法が、まあ、あると思うんですけれども、最速注文できるのは、まあ、アプリ上からっていうところはね、まあ、今までの実績からありますから、まあ、ぜひ参考にしてみてください。ということで、本日の動画ね、以上で終わりにしたいと思います。この動画ね、役に立った面白かったと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。